カイザー級戦艦は、ドイツ海軍の土級戦艦の艦級である。本級は、第一次世界大戦前に5隻が建造された。通常ドイツ戦艦は、船体編成上1クラス4隻を基準にして建造されたが、本級では、フリードリ・ヒデア・グローセを、太陽艦隊の独立機関として建造したため、同系5隻が計画された。本級は、体化した、戦艦の代として、 ドイツ海軍の1909年度計画及び1910年度計画で、計護隻の建造が承認された。石油列強各国が、土球戦艦の推進機関に、蒸気タービンを採用していたのに比べて、機関製造技術に遅れをとっていたドイツ造船会も、この頃になってようやく、パーソンズ社やブラウン・カーティス社の蒸気タービンの製造系を買って、 国産上機タービンの製造が行えるようになったため、戦艦として初めて機関を搭載した艦級となった。全艦が第一次世界大戦に参加し、そのうち、k ニヒアルベルトを除く4隻は、ユトランド沖海戦に参加した。本級の武装、装甲配置を示した図。本級の戦隊形状は還元の低い、朝鮮首脳型戦隊である。全級までの特徴であった。 水面下の葛藤不オ守、干守から全く視野のない甲板上に30.5センチメートル方を収めた連装砲塔で一番主砲塔が一機配置し、両脇に船橋を持つ環境を基部として全部マストが立つ。船体中央部に二本煙突が立つが、その間隔は前後に大きく離されていた。これは船体中央部に二番三番主砲塔が、 はしご型配置されたために中央部谷に役行を避けるために煙突配置を工夫したのである。中央甲板上の右辺側前方に2番手砲塔を一機、その反対側の左辺側後方に3番手砲塔を一機、配置した。その周囲は関西艇置き場となっており1番2番煙突を基部とするクレーンが1機ずつ、軽2機により運用された。複方の15.2センチメートル速射砲は、 波浪の影響を受けにくい、最上甲板状の側面に、原則ケースメート配置で片言7機ずつ、計14機が配置する工夫がされていた。2番煙突と、後部マストと、後部司令塔は一体化され、その背後に4番5番手砲塔が背負い式で2機、配置した。他に近接戦闘に8.8センチメートル速射砲が、環境上に4機と、後部マストの基部に2機と、 完備看板上に2機の軽発機が分散配置された。改装後のフリードリヒデアグローセ、全部マストが太くなり、頂上部に即居技術が設けられた。竣工後の1914年に遠距離放線に適用した改装が行われ、手砲塔の行格引き上げとともに、全部マストは太くされて、即居技術が頂上部に設けられた。手砲塔の配置は、基本的に、 イギリス海軍のネプチューン、コロッサス級戦艦と同じものであり、ドイツ海軍は当時の最新艦であるイギリス戦艦を参考にして本級を設計した。本級はイギリス艦に比べ艦幅が広く、定型配置の手法等による1門の全門聖者は船体に大きな負担を与えることはなかった。本級の主武装は1911年型 SKL。 五五十十三点センチメートル砲を採用した。その性能は四百五点五キログラムの砲弾を最大行十三点五度で一万六千二百メートルまで届かせられるとされた。砲身の不要のみ圧式で、砲刀の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に電力で補助に人力を必要とした。砲身の上下角度は行十三点五度、深く八度で、旋回角度は 艦首、艦尾看板上のものは300度であったが、船体中央部のものは上部構造物に異を制限された。発射速度は1分間に2から3発であった。なお、1914年に行われた改層により、行角は16度まで引き上げられて、射程距離が2400メートルまで延伸された。この改層により深くは5.5度へと低下した。本級の副武装は、 1908年型 SKL4515cm 速射砲を採用した。その性能は 45.3kg の砲弾を最大行角20度で 14,900m まで届かせられた。砲身の不行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に人力を必要とした。砲身の上下角度は行角20度、不角のなどで左右の旋回角度は 看板上に配置したものは300度であった。発射速度は1分間に5から7発であった。他に、耐水雷艇迎撃用に 8.8cm 速射砲を単装砲画で8機装備した。対艦攻撃用に 50cm 水中魚雷発射艦4機を装備していた。前述の通り、本級はドイツ戦艦で初めて蒸気タービンを搭載したクラスで、各造船所ごとに、 タービンの形式が異なっており、以下に示す。本級のうちプリンツレゲントル・イトポルトのみ、中央の推進軸は、ゲルマニア社の2ストローク6気筒で、出力12000馬力のディーゼル機関を搭載する、画期的な設計であったが、当時の技術力で、大型のディーゼル機関の製造は困難であったため、プリンツレゲントル・イトポルトは、中央軸を変えて進行したために合計出力が低下して、 速力低下を招いた。ありがとうございます。